こんにちは、リョークバーバです。今回はですね、前回編んだ小物入れですね、こういうペンケースとか、これはちょっとテーブルの上でね、お菓子とか入れてからまとめようかなと思ってる小物入れを編んだんですけど、編んだだけではね、なんかヨレヨレってしてますよね、やっぱりニットだからね。これをちょっとカチッとのり付けして、綺麗に仕上げようかなって思ってるんですよ。それで今回使用するのは洗濯のりですね。洗濯のりでちょっと外側をね、しっかり乾いたら硬くなりますよね、こう塗ったら。それで綺麗にしようかなと思っています。形をね、整えてから綺麗にしようかなと思っています。で、今回使用するのはこちらの洗濯のりです。これは多分セリアさんで買ったと思うんですけど、ほんともこう水みたいにこうのりが入っています。で、これですね、よく使用方法は液体の洗濯のりを水に均一に溶かしますって書いてあるんですけど、これは洗濯するときに水に均一に溶かすんですけど、こういう紙とか工作用には原液そのままって書いてあるんですよね。だからこれをそのまま原液で使おうと思ってます。それでこれをちょっとタッパーにこんな感じで入れてるんですよ。それでこれも小さめのハケをセリアさんで買って、これでちょっと塗ってみようかなと思っています。ハケにつけて、でその時にですね、やっぱりこう固定した方がいいので、ちょうどお皿があったんですよね。こんな感じで皿があったので、中にこう入れてた方がいいみたいです。うわわ、流れちゃった。初めてするんで。ただこう液体を塗るだけなんですけどね。私がこっちのね、こっちを編んだ時にコメントをいただいた方で、詳しくこう教えていただいたんですよね、うん、こんな下がいいみたいなね、のり液体、洗濯のね液体のりでこう塗って仕上げると形も綺麗になるし、見栄えも良くなるということで、その方もしてやるみたいですもんね。ああ、いいこと教わったなと思って。普通はもう昔はね、洗濯のりとか使っていたんですけど、もう最近はね、のりといったらもうスプレーキーピングかな、あんな感じでうちには置いて、洗濯アイロン掛けするときにはね、そっちの方を使ってるんですけどね。ああ、液体ねと思って、液体のりだったらこう塗ってね、乾けばカチッとなるんですよね。ただ塗るだけですけどね、塗るだけの動画ですけど、やっぱりこうニットだからヨレヨレってなるから、なんかね気になってたんですけどね、コメントで本当教えていただいて、ああそうすればいいんだと思ってね、
ありがたいですよね、そういうふうにコメントいただいて参考にできるからですね。糊が落ちるからこう下にこう厚紙とかね、段ボールとか敷いてから塗るといいですね。上の方もしっかりこう塗って、作ってしまったらこうね、しっかりした形にしたいし、綺麗に仕上げたいですよね。何気ないこう塗るだけの作業ですけど、これが乾いてね、形が整えば嬉しいですね。これがね、あの長方形だからなんとなくこう歪んでたんですよね。それで中にこんな風にあの厚紙をね、この形の大きさに大体切ってから中に敷いてペンとか入れてるんですけどね、今で教えていただいたから早速糊を買ってから使おうと思って、塗ってからね使おうと思って、細長いこう長方形のはこうよれってね、曲がった感じに上げ上がった後ね、曲がった感じになるんですけど、ああこんなして糊付けしたらいいんだと思って、ほんとコメントありがたいですね。大体中は塗らないで外側だけって大体いいと思うんですけどね、乾けばしっかりなると思います。こういう作業も初めてしました。今までね、編み物で小物とかこういう小物入れとか作ってたんですけどね、何気なくこう作ってそのまま使ってたんですけどね、たっぷり塗って底はいいかな。
と両方塗ってみました。これで乾けばね、両方塗って乾いた状態でまた確認したいと思います。1日ですね、経ったんですけど、こんな感じでハケでね、液体のりを塗ったのが乾いたんですよ。もう本当ヨレヨレもなくて、かっちりのり付け、乾いたら硬くなって、こちらもね、昨日の時点ではこっち底を塗ってなかったんですけど、今朝ね、早くここものり付けして、ちょっと風通しのいいところにね干してたんですよ。でもう乾きました。で、編んだ時よりもしっかり形も整って、丈夫なペンケースになりました。こちらもね、編んだ時にここがね、中心の方がちょっと盛り上がってたんですよね。やっぱ手が緩かったのかな。それも液体のりで塗って、お皿でねちょっと固定してしたら、その膨らみもなくなって、こんな感じでね、膨らみもないでしょ。こんな感じで綺麗にのりが固まって形がしっかりしました。ほんとこれ初めてしたんですけど、コメントでねいただいた、コメントで教えていただいた通りにだいたいやってみたんですけど、ほんと液体のり塗ってよかったなと思います。乾いたらもう全然のりのあれもあんまりわからないしね。ほんとこれ正解でしたね。教えてもらってほんとよかったです。ありがとうございました。ちょっとペンを入れてみますこんな感じで、ペンも中に昨日の時点まではね、形を整えるためにちょっと厚紙を入れてね固定してたんですけど、綺麗によれよれもなくてしっかりしたペンケースになりました。これもちょっと浅いですけどね、ほんとしっかりしてます。こうもうよれと感はなくなりましたね。ほんと良かったです、教えてもらって。しっかりした形に出来上がりました。これでまたね、小物とか小物入れとか作るときは液体のりで塗ってから仕上げたいと思います。今日はこの辺で終わりたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。